スイスの作家ヨハンナ・シュピーリが書いたアルプスの少女ハイジは1974年にアニメ化され、テレビで放送されるや否やすっかりお茶の間の人気者になりました。高畑勲、宮崎駿、小田部陽一といったアニメ界のそうそうたる巨匠たちが現地ロケまで行って丹念に描いたこの作品は、今や日本だけではなく世界でも広く親しまれています。そんなハイジの魅力を今日は原作に込められたメッセージを紹介しながら深掘りしていきましょう。物語は5歳のハイジがおばのデーテに連れられてアルムの山に住むおじいさんの小屋へ向かう場面から始まります。ハイジの両親が亡くなった後、デーテが引き取り育てていたのですが、新しい仕事を始めるために面倒が見られなくなり、ハイジをおじいさんに預けることにしたのです。アルムのおじいさんと呼ばれるこの人には暗い過去があります。若い頃、賭け事で父親の財産を使い果たした上、家出するように出稼ぎ兵士として外国の戦争に行ってしまいます。帰ってきても村人たちに疎まれ、人間が信じられなくなり、人里離れたアルムの山小屋で暮らすようになりました。やがて息子夫婦を相次いで亡くし、そのことで神をも恨み、ますます心を閉ざし引きこもるようになりました。原作の言葉を借りれば、神様とも人間とも仲違いしたまま暮らしていたのです。人を寄せつけない雰囲気のおじいさんでしたが、ハイジの天真爛漫な姿、優しい心に触れ、たちまち深い愛情を抱くようになりました。ハイジは山でヤギの世話をするペーターと共に暮らす目の見えないおばあさんとの間にも温かい友情を育んでいきます。原作で描かれたアルムの山の美しい自然や美味しい食事、愛らしい動物たちの姿はアニメにも生き生きと描かれています。3年が過ぎたある日、おばのデーテが突然やってきて、おじいさんからハイジを取り上げ、フランクフルトの町に連れて行こうとしたことから、物語は大きく動き出します。ハイジは都会に住むお金持ちゼーゼマンさんのお屋敷で、病弱な一人娘クララのお相手をすることになります。自分で歩くことができず寂しく過ごしていたクララは、アルムの山で自由奔放に育ったハイジが引き起こす数々のおかしなハプニングに大喜び。しかし厳格な家政婦のロッテンマイヤーさんは、ハイジにお行儀を身につけさせようと様々な決まり事で束縛します。そんなハイジを優しくいたわってくれたのは、時々やってくるクララのおばあさんでした。このゼーゼマン夫人がハイジに新しい世界を開いていくことになります。家庭教師が教えてもなかなか覚えられなかった読み書きでしたが、おばあさんのアドバイスでハイジはみるみるうちに文字が読めるようになりました。おばあさんが紹介してくれた本の中でも、ハイジが一番好きだったのは、懐かしいアルムを思い出させる緑の牧場と羊飼いの挿絵が書いてある物語でした。ゼーゼマン夫人は読み書きを教えてくれただけではありませんでした。アルムを思い出し、悲しみの中にあるハイジに、神様にお祈りすることを教えてくれたのです。ハイジ、もし誰にも言えない悩みを抱えているのなら、天の神様にお話しして助けてくださるようにお願いしなさい。神様は私たちのあらゆる苦しみを軽くしてくださるのよ。神様になら何でも話していいと聞いて、ハイジは目を輝かせ、自分の部屋でひざまずき、手を合わせて祈りました。助けてください。おじいさんのところに帰れるようにしてください。けれども、しばらくするとまたハイジが悲しそうな顔をしていることにおばあさんは気づきました。ハイジは言います。もうお祈りをしなくなっちゃった。訳を尋ねると、私毎日同じことを祈り続けたの。でも神様は聞いてくださらなかったわ。そんなハイジにおばあさんは大切なことを伝えます。神様はあなたに必要なものがちゃんと分かっていらっしゃるから、きっとこうお考えになったのよ。うん、ハイジには祈っているものを与えてあげよう。でもそれはあの子にとって良い時、それを本当に喜べる時にしよう。そして神様はあなたが神様をちゃんと信頼して
毎日その身元へ行き、お祈りして、足りないものがあるときには、いつも神様を見上げるかどうか、見ておられるのよ。おばあさんの言葉は、ハイジの心に希望の風を吹き込みました。やがてハイジは、ホームシックのために無遊病になってしまいます。クララの主治医クラッセン先生の強い勧めで、ゼーゼマンさんはハイジをスイスの山に返すことにしました。こうしてハイジはおじいさんと涙の再会を果たすことになります。アルムの大自然の中で健康を回復したハイジは、これまでの試練を通して得たことを村の人たちに分け与えていきます。文字が読めるようになったハイジは、目の見えないペーターのおばあさんのために棚の上で埃をかぶっていた古い賛美歌の本を開き、その歌詞を読んであげるのです。金色の太陽は喜び幸いに満ち、輝きながら私たちにもたらす爽やかな心和む光を、打ちひしがれて地にあった私の頭手足けれども、今は立ち上がり顔を上げて晴れやかに朗らかに天を仰ぐ。十字架も苦しみもいつかは終わる。逆まく波も嵐も過ぎ去って、待ち望んだ太陽が照り輝く。この朗読を聞いたペーターのおばあさんは感激しました。ああ、ハイジ、もう一度聞かせておくれ。うん。十字架も苦しみもここで終わりを告げ、荒れ狂う海も立ち騒ぐ風も収まって、憧れの日の光がここに輝く。満ち溢れた喜びと清らかな静けさ、空の園で私の待つも恐れ、その知恵と私の思いは焦がれる。ハイジ、ありがとう。その姿を通してフランクフルトでの体験は、ただ辛いだけではなく意味があったのだとハイジは知ります。その日、ハイジはおじいさんに向かってこう語りかけました。もし神様が私がお願いしたことをすぐに叶えてくださっていたら、こんなに素敵なことは起こらなかったわ。しかし、そんなハイジの言葉をおじいさんは素直に受け取ることはできません。神様に忘れられたものは一生そのままなんだと塞ぎ込みます。そんなことはないわ。そう言ってハイジが話し始めたのは、クララのおばあさんから教えてもらったあのお気に入りの物語でした。緑の牧場と羊飼いの挿絵が書いてあるその物語は、聖書の放蕩息子の例え話でした。その物語とはこうです。裕福な家の息子が、親がまだ生きている間に遺産をくれとせがみ、受け取るや否や父のもとを去り、町で放蕩の限りを尽くして全財産を使い果たします。飢饉の中で他人の豚の世話をしてかろうじて命をつないでいましたが、やがて息子は心を決め父の家に帰るのです。驚くことに、父は怒りもせず、その息子を喜んで抱き迎え入れました。ハイジの口からこの物語を聞いたおじいさんは胸を打たれました。干し草のベッドでハイジが眠った後、おじいさんはそのハイジの寝顔に神様への深い信頼を見ながら、ついに両手を組み頭を垂れ祈り始めました。放蕩息子のあのセリフをつぶやきながら、父よ、私は罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。そう祈るおじいさんの方を大粒の涙が伝いました。神様とも人間とも仲違いして暮らしている悲しい自分の姿と、そんな自分をも許し受け入れてくださる神様の愛を、おじいさんはハイジを通して知ったのでした。次の朝早く、日曜日の教会の鐘が鳴り響く中、おじいさんはハイジを呼びました。晴れ着を着なさい、一緒に教会に行くよ。
そういうおじいさんも銀色のボタンがついた晴れ着を着ています。こうして村の人たちが温かく見守る中、牧師さんとおじいさんは固い握手を交わすのです。おじいさんはハイジに言いました。神様や人間と仲良くすることがこんなにいい気分だなんて、神様は私によくしようとしてお前をアルムに送ってくださったんだな。こうしてあれほど固くなに閉ざしていたおじいさんの心は、神様に対してもまた村の人たちに対しても開かれていくのです。物語の後半ではハイジはさらに周囲の人たちに大きな変化をもたらしていきます。その一人がクララのお医者さん、クラッセン先生でした。ゼーゼマンさんの依頼を受けてクラッセン先生がアルムを訪れた時、ハイジは先生の顔にある深い悲しみに気づきます。奥さんに先立たれて以来唯一の生きがいだった最愛の娘がつい数ヶ月前に亡くなってしまったのです。素晴らしい牧場の景色を見ても先生の表情は晴れません。そうだね、ハイジ、ここは素晴らしいところかもしれない。でも悲しい心を抱いた人がここに来たとしたらどうだろう。ここにある美しいものを見て喜ぶためにはどうしたらいいんだろうね。どうしたらいいかわからないときは神様のところに行ってお話しするといいわ。なるほど、いい考えですね。しかし悲しい目に遭わせたのが神様自身だとしたら。そんなら待つのよ。こう思っていればいいの。神様はちゃんとご承知で後からいいことをしてくださるおつもりなんだって。それでも先生の心は痛みと悲しみで押しつぶされそうでした。ハイジはペーターのおばあさんのことを思い出しました。そして賛美歌がおばあさんの心に光をもたらしたことを話すのです。どの賛美歌だい？御心のままに委ねよう。すべてを知るその方に。時にはやむを得ず深いおぼし飯から寂しい試みに合わせたもうこともある。しかも慰めとてしばしは授けたまわず、もはや打ち捨てられ顧みられぬものと、苦しみ悩みに胸はおののくばかり。されど常に恐れず身元にとどまれ、思いもよらぬ時に救いは訪れ、心はつらい重荷から解き放たれるだろう。先生は手で目を覆ったままじっと座っていました。先生はいませんでしたが、その歌は幼い頃お母さんが歌い聞かせてくれて長い間忘れていた賛美歌だったのです。先生の耳に昔聞いた母親の声が聞こえ、あの優しい眼差しが今も自分の上に注がれているように思えました。先生の心にかすかな希望の光が差し込んできました。後にクラッセン先生はハイジの最大の理解者になります。物語の最後で麓の村に移り住み、孤児であったハイジの後見人となり、父親のようになってハイジを守ると誓うのでした。クララもまたハイジによって人生が変わりました。アルムでハイジと再会したクララは初めて見る大自然に夢中でした。山のきれいな空気と美味しい食事でクララの健康は回復していきました。ある日、ハイジは美しく咲いたお花畑をクララに見せたいと思い、無邪気にもペーターと共にクララを支えて立たせ歩かせてみようとします。何度か試しているうちにクララはとうとう自分の足で前に進むことができるようになるのです。歩けるわ、ハイジ。あ、歩ける。見て見て。その夜、ベッドから星空を眺めていた時、ハイジはクララに言います。神様って私たちがいくらお祈りしてもそれよりずっといいことをご存知の時は決して聞き届けてくださらないけど、でもそれはやっぱりいいことなのね。なんで今頃そんなことを言い出すの？だって私フランクフルトにいた時、すぐ家へ帰らせてくださいって散々お祈りしながらそれでも帰れないんで、もう神様が聞いてくださらないかと思ってたのよ。でもね、
あの時もし私がすぐ帰れていたら、クララだってアルムへ来ることもなかったでしょうし、病気が治ることもなかったわけよ。でもね、ハイジ、そうしたら私たちは何もお祈りしなくていいことになるわ。だって神様は私たちが考えてお願いすることよりも、いつもずっと素晴らしい計画を考えているということでしょう。そう、そうなの、クララ。でも毎日神様にどんなこともお祈りしなきゃいけないの。私たちは神様のお恵みで生きていることを忘れていませんってちゃんと伝えなくちゃね。お祈りが叶わなくても神様が話を聞いてないなんて考えてはいけないし、お祈りをやめてはいけないの。こうして二人は自分たちの上に起こった素晴らしい出来事を感謝して祈るのでした。やがてお迎えが来て、クララはアルムとの別れを惜しみながら新たな旅に出て行きました。ハイジの物語には大自然と人との関わり、そして人と人との関わりが繊細に描かれています。アニメアルプスの少女ハイジはそれを美しく表現しました。原作はその背景にある人と神様との関わりを丁寧に描いています。そんな背景を知れば、さらに深くこの物語を味わうことができるでしょう。